草木町の次に隣の高田良町を撮影してみたんですが、ここでも同じことが言えまして、まあ、ほとんど使用されていないと思われるものがほとんどで、しかしながら反証は多く残っておりました。で、村によっては非常に大切に守られているというものもあります。そういう火の見やぐらっていうのは共通点がありまして、その地域集落の中心となるような神社、その神社の境内に火の見やぐらが建てられていると、そういうものなんですね。で、そのそばには公民館があったり、屋台蔵があったりと、こういうところはその地域の重要な拠点として機能しているような気がします。そこにある火の見櫓というのは大切に守られているようです。